伊勢一年です。今日はですね、うちなんちのね、シーチキン愛についてね、話していきたいなと思うんですけれども、まあ、シーチキンってね、これです。この、まあね、サムネイルにもあると思うんですけどね、シーチキンのフレークね、これ。これがね、デイジ大好きなんですよ。で、ワッターもね、お家には必ずあるし、まあ、昔からね、こういう、例えば人参しりしりとかチキナーとか、まあ、いろんなのにね、使われてて、シーチキン大好きなんですけれども、これね、沖縄では、全国のね、平均の4倍ぐらい消費されてるみたいなんですよ。うん、でもみんな大好き。で、これがね、まあ、なんでかっていうね、歴史とかね、まあ、僕のね、まあ、こんなんなんじゃないっていうのもね、合わせてね、話していきたいなと思うんですけども、まあ、このチャンネルではね、まあ、こんな感じで、ちょっと沖縄って独特じゃないですか。だからそういったものの、独特の文化とかね、そういったものを、まあ、お伝えして、まあ、沖縄通になれるような話だったりとか、あとね、まあ、沖縄旅行に行くときに、まあ、皆さんもね、時間ないんでね、まあ、定番のところってのはもちろんあるし、何回も行ってる人たちっていうのは、まあ、ここ行こうやつだってわかると思うんですけど、新しいとこ探すの大変じゃないですか。だからそういった意味でもね、新しい観光、行けるところをね、お伝えしたりとかね、そういったチャンネルですので、まあ、沖縄のね、ことをね、ちょっと話すと。で、今回はね、シーチキン。これ、デイジ沖縄ではね、まあ、2で、まあ、スーパーではね、もう、箱売りされてますから、それについてね、ちょっと話していきたいなと思います。まあ、これね、まあ、スーパー行った時にはちょっと見てほしいなと思うんですけれども、まあ、どんな感じでね、売られてるかっていうのを、ちょっと映してきたんでね、デイジ版内ありますから、ぜひ、ちょっと動画見てみてくださいね。はい、今回はね、三重にやってきました。まあ、三重っていうのはね、沖縄のスーパーの中で一番大きいスーパーですね。ここはまあ食品だけじゃなくてね、医療品とか、あとテナントもいっぱい入ってるようなところになるんですけれども、まあよくね出てくる、僕の動画でよく出てくる金秀とまあ一緒のような形なんですが、三重の方が規模的には大きいというのですね。そこで今回はね、シーチキンどんなって売られてるかっていうのをちょっと見ていきましょうね。今回ね、見に来た三重の店舗っていうのはコンベンションシティって言ってね、宜野湾コンベンションセンターって、まあ皆さんわかりますかね、一番有名なのだとね、安室奈美恵のね、ツアーの最終日でよくやる海浜公園ってありますよね。そこがコンベンションセンターの中にあるんですけど、そこのね、斜め向かいにある大きいね、大型の店舗です。だからここはね、食品もまあデジ版で売られてるんですけど、まああとね、洋服とかね、いっぱいテナントも入ってたりとかするようなところなんで、結構広いんですけどね。まあ街のね、三重っていうのは食品館って言って分かれてて、食品だけ売られてるっていうところもあるんですけど、まあ今回大きいところに行ったんで、多分ね、シーチキン版内積まれてるかなと思って、今回は来ました。ありましたね。まず、最初はね、一貫ずつ売られてるところか見ていくんですけど、まあもちろんね、一貫ずつ売られてることもあります。はい。まあ普通にね、一貫ずつと箱買いっていう形で売られてるんですけど、あんまりね、ここでやっぱり買う人たちにですね、缶のコーナーにあるんですけど、ポークとかね、ちょっと左側に映ってますけど、ポークもね、こんな感じで売られてます。はい。で、これがね、箱で売られてる沖縄特有の売られ方ですね。まあ、本当にこんな感じでね、ここ大型店舗だから、まあ、もちろん量は多いんですけど、本当にね、町のね、さっき、地域の、三重とか金秀とかでもこんな感じで売られてます。で、これ1個ずつ取っていくんですよね。これ24缶入りですね。で、1個のね、種類だけじゃなくて、いろんな種類があるんですよ、シーチキンの中でもね。なので、まあ、見栄えはね、結構似てるんですけど、中に入ってるのはサイズが違ってたりとかね、まあ、タイプが違ってたりとかするっていうもので、いろんな形で売られてるっていうのがあります。で、これ見てもらってもね、まあ、デジ売れてるなっていうのわかると思うんですけども、まあ、さっきもあったんですが、シーチキンっていうのは、全国のね、平均の4倍、沖縄では消費されてるんで、やっぱこれぐらいね、大きく積まれてて、どんどん売れてます。で、こんなにね、いっぱいね、売られてて、何の料理に使うばって思うと思うんですけども、まあ、代表的なのだと、人参しりしりとかね、あと、まあ、そうめんチャンプル、あと、まあ、チキナ炒めとかですね、まあ、チャンプル系ですね。まあ、チャンプルっていうのは、まあ、混ぜ物って意味なんでね、何でも入れるよっていうことなんで、こういうツナとかポークとかはもうどんどん入れちゃいますね、沖縄。
ここからはね、お歳暮の時期だったっていうこともあって、違うね、売り場にはなるんですけれども、売り場でね、これ、シーチキンのこの箱をね、お歳暮として渡すっていうのがね、まあ、売られてたので、その様子もね、ちょっと見てみましょうね。で、沖縄っていうのは、こういうお米を渡すっていうのがね、もともとあるんですよ。で、まあ、県外では結構少ないみたいですよね、お米とか渡すの。まあ、ちょっと意外だなと思ったんですけど、県外だと、まあ、基本的にはね、ちょっといいものをお世話になった人に渡すっていうようなね、まあ、感じらしいんですけど、沖縄だと、まあ、日常使いできるようなもの、今もあったんですけど、お酒とかね、そういったものを渡すんですが、これがね、シーチキンの棚です。ね、一番多いんですよ、シーチキンの棚が。これ全部ですからね。これ、万内積まれてるでしょ。これに、これ、種類がね、いっぱいあるんで、こういう形にはなってるんですけど、このね、棚がね、3つぐらいありました。だから、お米とかね、お酒とかよりも多いんですよ。こういうね。で、これにね、単純にね、まあ、のしをつけて、お歳暮で渡すと。だから、割ったお家もね、よくね、シーチキンはね、送られていきます。送られてくるっていうか、渡してね、もらって、よく使います。だから、シーチキンっていうとね、まあ、買うっていうのももちろんあるんですけども、どちらかっていうとね、まあ、もらうものみたいなね、そんなイメージもあるぐらいね、お歳暮、お中元ではね、もう定番の品になってますね。見てましたすごいでしょ、こんなにびっしり積まれてるんですよね。まあこれぐらいね、まあまあ、売れるっていうか、まあ、愛されてるっていうことなんですけれども、まあそれがね、なんでかっていうのをね、ちょっとこれからね、話していきたいと思います。はい、こんな感じでね、デイジいっぱい売られてるんですよ。しかもこれ1個じゃなくて、これね、このフレーク、これ1個じゃなくて、もう箱でね、バンナイ売られてるんですね。で、沖縄でも箱買いするっていうのが普通で、で、箱で買ってきてからもうずっとか、もうこれ1個だけだったらね、もう毎回毎回買いに行くの大変じゃないですか。で、県外とかだと普通だったらまあ4個パックとかあるらしいんですけども、24個も入ってるこのケースでね、買うのは沖縄だけだよってことでね、いろんなテレビとかそういったところでもまあ話題になってるんですけど、まあ実際のワッターもそうですけども、まあ大体箱で買う。で、これもね、持ってきたら箱の中から取ってきてからもう3個ぐらいしかなかったから、これだけ取ってきてるんですけど、一応箱買いしてるというような感じなんですよね。で、まあ、もともと、この羽衣フーズさんももちろんね、1個で売ってたんですよ。で、ただ、沖縄っていうのは、まあ、アメリカでしたよね。第二次世界大戦後、戦争終わった後っていうのは、沖縄は、アメリカの領土でね、アメリカの文化っていうのが結構あって、こういうカンカン、例えばポークとかね、まあ、このツナ缶とかっていうのも、結構あったんですよね。だから、アメリカ文化として、こういうツナ缶っていうのをよく、食べられてたんですけれども、まあ、そこにね、1972年にね、頃にね、羽衣フーズさんが、まあ、販売を始めた当初も、まあ、これ1個ずつ売ってたらしいんですよ。ただ、1個ずつ売ってたんですけど、まあ、この羽衣フーズ、静岡のね、会社なんですけど、その方の営業の担当の人がね、見てた時に、お歳暮とかあるじゃないですか。今もね、まあ、お歳暮時期ですけれども、お歳暮の時に、うちなんちゅっていうのはね、お米をね、箱に入れてからね、親戚周りしてみてから。はい、これ、県外の、だったら、普通だったら、ちょっとね、いつもよりも、まあちょっと、ちょいちょいいいものを、お世話になったってことで渡していくのに、うちなんちゅっていうのは、どちらかっていうと、まあ普通にね、身近で、日常使いするようなものを箱に入れてからね、送るっていうのを見てから、これだったら、ツナもまあまあ売れてるし、これ箱でやってから、のしつけたらね、もっと売れるやんに、ってなったらしいんです。そしたら、まあしかも、余ることないから使うさね、ずっとね。だから、そしたらどん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 売り上げ上がるやんにってことで、箱で羽衣フーズが初めてね、売り出したらしいんですよ。そしたら、やっぱりそれ当たってね、デイジ売れるようになって、しかも、これ24個入りだから、24回入りだからね、毎日毎日これもらったら使うじゃないですか。使って、またそしたら もちろん買いますよね。だからそういう風にして、これ、お歳暮になってからどん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 売れて、今ではね、年間1631万缶、売れてるらしいんですよね。デイジ売れてますよね。もう終わったもん、まあもちろんね、行って、例えば特売とか見た時も箱がね、デイジ、もう箱詰めされてるのがデイジな、並べられてて、これ、今回安いですよみたいな形でね、並べられてて、みんなおばあとかね、お母なんかがみんなね、買ってから来るっていうような感じで、
シーチキンっていうのはね、本当にね、使うんですよね、デージ、これね。うん、これ。で、まあ、贈答用として出したっていうのがね、一番のポイントだったよっていう形で言ってるんですけど、ただまあ、基本的にね、まあ、終わった後からすると、まあ、ここからはね、まあ、考えっていうかまあ、そうなんじゃないと思うんですけど、やっぱ沖縄料理自体にシーチキン入れてるのが多いんですよ。例えば、まあ、人参しりしりとかね、チキナー炒めとか、まあ、野菜炒め、豆腐チャンプルとかにも入れますしね、何にでも入れれるじゃないですか。で、もともとポークっていうね、このカンカンのポーク、これのカンカンのやつがある、ポークっていうのがあるんですけど、スパムですね。これまた紹介しますけど、これも、まあ、缶詰で入れれるんですよね。だから、まあ、もちろんね、いろんな、例えば、まあ、ポーク缶とか、こういう缶詰っていうものは、まあ、沖縄って暑いじゃないですか。だから、まあ、米国の文化が入ってきたっていうのも一つあるんですけど、暑いから日持ちもするし、だからも、いっぱい買われるんじゃないって一応言われてるんですけど、まあ、もう一つっていうのはやっぱりね、沖縄のね、料理に合うんですよね。合うように、まあ、作られてるのか、どうなのかあれなんですけど、沖縄の料理として使うことが多いんですよね。例えばこれとかも、みんなどんなですかね、ここにも書かれてるんですけど、一応ね、油切ってねっていうような形になると思うんですよ。これ油切るじゃないですか。入れ、こんなやってから開けたら、油切ってから使ったりすると思うんですけど、うちなんちだったらもう油もそのまま入れるんですよね。だから油ごと入れる、まあ味もついてるみたいな感じで、全部チャンプルーして混ぜてから使うっていうような感じで、まあなんて言うんだろうな、こういうなんて言う、まあ調味料まではいかないけれども、味もついてるものっていう形で、ポークとかもその単体で食べるじゃないですか。だからそれと一緒のような感じで、そういうね、料理にも合うっていうことで、沖縄料理に合うっていうことでね、結構広まったんじゃないかなっていうのがね、あって、シーチキンね。やっぱりまあ沖縄料理作るときには絶対必要ですから、これ。ぜひね、人参しりしりとか作るときにはね、ぜひ使ってほしいなと思います。はい。まあこんな感じでね、まあこういうまあ沖縄のね、ちょっとしたまあ、なんて言うんだろうな、あ、そうだったのかっていうようなね、話とかも、このチャンネルでやってますし、あとまあ旅行とかね、そういうときにも行くところ、まあ、あと、まあ、こういうね、新しい旅行の観光地が今人気だよとかね、そういったところもね、話していければなと思ってるので、まあ今回はね、このシーチキンね、沖縄で大人気、まあ全国で売られてるからあれだけど、なんで沖縄でこんな売れてるわっていうのをね、ちょっと紹介してね、とかしたんですけれども、これでね、またね、うちなんちの沖縄大好きなね、友達とかにも話してもらったりとか、沖縄行った時にはね、ぜひね、スーパー行った時に本当に箱で売られてるんかなっていうのをね、見てもらったりしたらね、まぁ、ちょっと楽しめるかなと思いますんで、ぜひ、またね、他のチャンネルでもこういう、他のね、動画でもね、こういう風なものっていうのをね、ポークだったりとか、そういったものも話してますんで、ぜひ見てみてくださいね。はい。今回は以上になります。じゃあまた。